直線戻ってきまして残りは2周です。そしてもう一度4番のわー7番石井が落車しています。4番の山田が今度は2番竹内を叩いていきました。一旦前に出てペースを緩めた4番の山田、2番の竹内は3番手、そして6番の黒田が再び行きます。岡山勢が行くんですが、その前に2番の竹内、竹内の後ろに6番の黒田が収まりました。残りは1周です。4番山田を捉えに行こうという2番の竹内、この2人がもがき合っていますが、竹内がちょっと前、6番の黒田が2人目、そして3番手で8番の筒井、さらには9番稲川も立て直していく最後の直線です。2番の竹内、外からは6番の黒田ですが、竹内振り切ったかどうか。